こんばんは、白ドラニュースの時間です。白ドラ大好きクラブ西久保アナです。そして佐々木です。本日のニュースです。1月31日17時よりハッシュタグ白ドラ9周年 X キャンペーンが開催されます。ゲーム内アイテムなどもゲットできちゃうお得な内容になっていますので要チェックです。参加方法など詳しくご紹介していきます。はい、これ昨年も実施されてましたけどね、少し変わってて面白いキャンペーンですよね。そうなんです。こちらはですね、白とドラゴン公式 X 上で2つのキャンペーンが同時に実施されます。1つ目がこちら、フォロー&ポストキャンペーン。白ドラ公式 X アカウントをまずはフォローしていただきまして、ハッシュタグ白ドラ9周年をつけて周年のお祝いコメントやゲームスクショ、もしくは動画、創作イラスト、白ドラにまつわる内容をポストいただきます。抽選でですね、99名様に Amazon ギフト券500円分をプレゼントいたします。そしてこちらです、いいね&リポストキャンペーン。こちらは専用のキャンペーンサイトに登録をしていただきますと、白ドラポイントを獲得できるようになります。はい、そのポイントを集めてゲーム内のアイテムと交換ができちゃうってやつですよね。そうなんです。まずは交換できるアイテムをご紹介、こちらです。アバタマチケット、これやっぱり目玉だと思うんですけど、なんかそれぞれのアイテムの数量もね、多くてかなり豪華ですよね。そうなんですよね。スタドラのアバタマチケットや、まあ、ドラゴンメダル、まあ、ルビーなんかもございます。あ、キビ団子もありますね。参加方法について詳しくご説明していきます。まずは1月31日17時になりますと、専用のキャンペーンサイトがオープンいたします。こちらのサイトへはゲーム内からや、白とドラゴン公式 X アカウントでもご案内がございます。ご確認ください。こちらのキャンペーンサイトで白とドラゴンのユーザー ID とご自身の X アカウントを登録していただきます。ユーザー ID はゲーム内の城下町から酒場に行っていただきまして、酒場のフレンドボタンを押していただきます。はい、そうしますとフレンドを追加というところから招待ページを開いていただくことでコピーができますので、こちらをご利用ください。はい、登録できたらどうしたらいいんでしょうか。はい、登録していただきますとポイント、これさっき言った白ドラポイントですね、はい、白ドラポイントの獲得方法が3つございます。まずは1つ目、こちら、キャンペーンサイト内のポスト一覧にあるポストにいいねをする。そうしますと1ポイント獲得できます。そしてもう1つ、リポストですね。キャンペーンサイト内のポスト一覧にあるポストにリポストしていただきます。そうしますとこちら1ポイント獲得できると。そしてもう1つ、このキャンペーンサイト内からですね、対象ハッシュタグをつけてポストする。そうしますと10ポイント獲得ができるということでございます。こちら初回のみとなります。1点ご注意いただきたいのですが、これらのポイント獲得につきましては全てキャンペーンサイト内で行っていただかないと付与されないということでございます。そこは前回とちょっと違うので気をつけた方が良さそうですね。そうですね、X 上のタイムラインではなくて、キャンペーンサイト内のポスト一覧がございますので、そちらからチェックしていただけるようにお願いいたします。キャンペーン期間は1月31日夕方17時から2月の4日、23時59分までとなっております。そしてポイントの交換期限は2月の12日、23時59分までとなっております。これちなみに1日でのポイント獲得上限みたいなのってあるんでしょうか。はい、こちら1日の上限は30ポイントまで獲得できます。また交換アイテムはそれぞれ1回限りとなっておりますのでお気をつけください。皆様、白とドラゴン9周年を盛り上げるポスト、いいねリポストをぜひよろしくお願いいたします。以上、本日はハッシュタグ白ドラ9周年 X キャンペーンについてお届けいたしました。また最新情報が届き次第お伝えさせていただきたいと思います。皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。ごきげんよう。